が、ここからこうディフェンスとしてこうやっていきたいこと、改めてどうでしょうか。はい、まずディフェンス4枚だけではなくてね、全体的な守備の考え方として、もう少しやはりね、前半途中が良くなってきたファーストディフェンダーの徹底というのをね、まずすること、はい、そしてその後にね、ディフェンスラインもね、少し決まってくると思うので、前半の途中が良くなってきましたし、そのままね、まず後半入ることが大事、そしてね、勢いを